はい、ただいま、US オープンサーフィンのメンズラウンドオブ64のヒート3が終わります。5、4、3、2、1、終了。今のやつでも、後で動画で見られる方は同期できると思います。もう一回、後でもう一回、タイムを読み上げますね。始まったら CM 中に。すぐ私の楽しみなヒートです。次はいよいよ、赤がサムエル・プポで、青がジョアオ・チアンカで、白がこれマキシムって読むのかな、マキシム、うん、なんて読むんだろう。ハッセノット。ハズシの、わからん。で、緑が伊藤リアル選手。もう推しが3人もいる。ヒート。素晴らしい。このヒートが見たくてたまらなかったんですよ。しかも、このサムエル・プポとジョアオ・チアンカーって、マブダチなんですよね。もうこの二人の関係もすごいいい。よくって。ジャオチアンカはオリンピックでもう、ね、完全復活しましたね。私はそれが嬉しくて。で、リアル選手はまだ CS1 年生なんで、なんか、まあ勝ってくれたら嬉しいけど、でも、とりあえず、その、すごい強い人と戦ってほしいっていう願望が大きくって。だから、すごいワクワクしています。もう、相手は強ければ強いほど楽しいです。たとえ負けたとしても。あ、でも、乗らずに負けるのは勘弁してほしいかな。やっぱり。まあ、私は YouTube の方で見てるんですけど、画面の後ろではちゃんと WSL のサイトでスコアも見てます。ちゃんとそうヒート2で、あのサメル・プポのお兄ちゃんのミゲル・プポがしっかり勝ち上がってますね。トータルスコア 14.80、 さすがです。ミゲル兄ちゃんいいですよね。なんかこの兄弟好きです。お、始まった。ヒートはまだかな、始まってるの。時間表示が出たら、音声もちゃんと入ってましたね。さっきのヒートでなんか試したんですけど、ケイゼルさんのヒートの時に音声を、あ、読み上げますね。今時間38:27、残り時間、残り時間27:30:29:28:27:26:25、これでいけるんじゃないですかね。まあ、ここの動機がやっぱ難しいんですけど、音声は音声でやるしかないのでしょうがないですね。まあ要所要所で時間を読み上げれば。ちゃんとチュンビーニョって呼んでたね、今。解説の人が。そのチュンビーニョ。弟だからチュンビーニョなんですよね。お兄ちゃんの、ルカス・チアンカ、ビッグウェーブやってる人。あの人はチュンボですもんね。ランキング、弟のサムカは、そう、サムカです。サミエル・プポの愛称はサムカ。今、2位ですよね、ランキング。すっごいロイジミがあるんですよね、サムカ。顔が、緑の帽子かぶってほしい。これ、ブログも書いたことあるけど。で、リアル君どこだ？リアル君は緑のジャージ。
フスノー、マキシム・フスノーだって。でもフランス人の選手もね、割と私ビジュアルヒットすることが多くって。あ、乗る。OKOK。よしよし。立って。よし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 。ナイスナイス。うん。みんな乗ってきた。なんかちょっと疲れてるかもしんないね。あ、ビーチではやっぱりヘルメットかぶらないんだ。いや、でも嬉しいっすよ。事故の時本番どうしようかと思ったもん。あ、でも、引き迫がすごい。パドル。リアル君とパドルバトルしてるよ。すげえすげえ。おお。どっち？負けてるやん。ああいうとこ、ああいうとこ、なんかそういう経験をつけてほしい。ちょっと今テンション上がっちゃった。だってチュンミンニョとリアル君のパドルバトル見れるなんて。なんか嬉しい。テンション上がりますな。もうこれだけでも結構何倍もいけますね、私。でもちょっとスコア楽しみですね、さっきの。ゴーフィーフォーコン乗った。おおお、6.83。結構、うん、くれるね、スコア。昨日もだって 7.00 スタートだったもんね。もう今回は、このヒートは頼むから、昨日みたいに待つのはやめて。もうほんまにクラクラした。もう勝ち上がったら逆になんかテンション上がって寝れなくなるかも。Here's his replay, three-point ride. Yeah, this one, you see that energy's moving the opposite way. なんかちょっとやっぱり重い感じかな。This is Riaru. Oh, okay, okay. そう、ああいうのよくこけてたんやけど、リアルくん。あ、でも、このマキシムさんのやつも良さそうだね、スコア。あ、じゃあ出てたかも。4.83 か。おお。これどこが違うかって言われたら、私も説明できないんだけど。ああ、知らない選手だ。ラファエルさん。あとでチェックしとこう。でも、8点台出してた、今。8.57 出してた。わあ、見てなかった。あとで見よう。あ、今のリプレイはあれか。この人のやつやった。おや？あ、寒かじゃない。準備にか。なんかでも、いいね。やっぱ、荒ぶってる感じがいいですな。なんか波すごい良くなってるね。リアル君飛んでくんないかな。おお、やっぱうまいな、こういうとこ。あ、ブラジルの選手？この人。
E tô feliz, Houston é um lugar que eu me sinto bem, que eu fico tranquilo e agora o Swell tá chegando e espero continuar nessa pegada. Lógico, dar o reset, que amanhã é um novo dia, mas a confiança é minha. Parabéns. Oh, oh, oh. I saw some rice during that Chicago interview, Karanka. and one that stands out to me is Samuel Pupo, Samuca, kind of picked them up ああ、本当like だ。to beat ブラyou ジルfrom の選little. 手だ。Yeah, he did. Three turns. Let's break it down. Up into the limb here, cuts that bottom turn short, ああ、and 寒かな。then this turn here. フィニッFor シュが。me, it was all about this last lip line floater. Went up, おお、it's出not like he そう。went up to hit the lip, to do a tighter turn in the pocket, but adjusted halfway through it, ended up being lip line. 俊敏This よ。is Zhao behind him. Two really アラwellブtimed ドル。turns. I personally really love that. It just felt really well timed. There was less bobble between each turn, and just really pleasing to the eye. Really, that was really well done by both Brazilian surfers. なんか今回の試合、スコア出るの遅いよね。リアル君どこ？あれ？いつの間に、ああ。いつの間に。ああ。いや、でも、さっきの寒かのが出てないね、まだ。あの、左にずっと行ってるの、やっぱりリアル君かな。とにかく乗ってるところが見たい。リアル君は。ああ、やっぱ出てきたね。6.93。さすが。ああ、でも、リアル君も結構やっぱこう見たら評価されてるよね。お、行く。あ、違った。マキシムさん。Well-timed backhand surfing developed on the left of his home, Reunion Island. And we'll be sitting waiting for that score. 頑張ってほしいな、でも。Yeah, it's interesting. This heat a little bit slower than that last one. First half of that last, you know, heat three, I mean, there was fireworks. Wow. Sammy looking for a backup. Oh! 何今の? ウィリーみたい。すごい、すごいボードを縦に上げたフローター。かっこよ。あ、でもちょっとやっぱワクワクするな、この2人と。リアル君が一緒のヒート。おお、かっこよ。ああ、これも結構良さそう。今もうすぐ17分残り17分、16、59、58、57、56、55、54、53、52、51、50ランキング。そう、マイキー・マクドナフ選手、第一戦で優勝した選手は誕生日が一緒で、ちょっとフフって思っちゃった。そういえば、なんかさっきジャービスの勝利者インタビューでハッピーバースで言われてたな。8月9日。リエル君もそう、誕生日じゃなかったっけ。確か8月生まれだった気がする。獅子座の男ですよ。もう脚光を浴びれば浴びるほど燃える獅子座。
うわー、やっぱり2人が。でも全然今リアル君3位のポジションだけど、ニードスコアが 2.70。 おおお、飛んできたけど、マキシムフスノーさん、フスノーさん、この綴りでフスノーさんって読むのって難しいよね。リアル君はどこにいるんだ、やっぱり左の方かな。15分、半分経過。どこにいるんだ？あ、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 行け！あー、一発でしか入らなかった。頑張れ、頑張れ。うん、でもやっぱりなんか嬉しいな、見てるだけで。おお、なんか寒かって、2発目でものすごいグリって上がるね、板が。なんか普通他の人の上がり方と違う感じ。なんかこう、なんだろう、体で持っていってるんじゃなくて、なんか足先だけで上げてるみたいな、なんかプロペラみたいな上がり方。マキシム選手若いんかな、結構。なんか若そうね。もっと CM。ああ、なんかでもいい波。素人目には。マキシム選手のプロフィール。32歳。ベテランだった。結構。ファーストシーズン2008年メンズ QS ってなってる。1992年5月17日生まれ。おうし座じゃん。身長175センチ。私と変わんないじゃん。うん、なるほど。なんか最近外国人の人の年がわからない。なんか割と老けて見える人が多いけど、逆にめちゃめちゃ若見えする人もいるし。で、なんか最近、昨日も誰かでびっくりしたな。え、そんな年なの？そういえば、なんか昨日の人、あれ、誰と戦ったか。あ、そうそうそう。昨日の1ヒート目、ジャービスと一緒に勝ち上がった、マイケル・ダンピー選手が割となんか良かったんですよね。ライディング見てたら。で、この人も若手なんかなーって思って、プロフィール見たら、結構ベテランで。いくつやったかな、なんか30超えてたかな、34だ、そうそう。この人も2008年メンズ QS がファーストシーズン、マイケル・ダンピー選手。お、始まった。エスタもスポーター、走って戻るのね。板帰ったとかじゃないよね。
ああ、でも5点台なんだ。There's a really, really important wave right now for Maxime in the context of this heat. But I mean, if I'm Maxime, I'm not feeling safe. Just knowing that, you know, the caliber of surf that's sitting just underneath him, Zhao, Xiangka, you know, and Zhao has this single high wave. Yeah, but Xiangka, 見つけるね、波。おお、かっこよ。うわあ、なんかすごい、結構接戦じゃん。わあ、頑張れ頑張れ。あ、でもチュンビンニョも落ちてほしくないな。上がってほしいな。これ難しいな、でも。負けてほしい人はいないけど。わあ、でもや、でも、リアル君頑張ってほしい。あと10分。今、10分。はい。残り10分です。切りました。うわぁ。ああいうのフィンを抜いたっていうのかな。おおおおおお、準備に。ああ。あ、ミゲル兄さんも似てる、見てるよ。おわ、おお。どんどん乗ってくるね。すごい。おお。準備にも負けてない。おお。あ、いけ。リアル君、負けんな、負けるな。おし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 。今のはいいよ。結構出るんじゃない？よしよしよし。え、でも前よりこけなくなってる気がする。でもなんかリアル君の映画で、の、なんか予告編かなんかで本人言ってたあの、最近、なんかコンペも楽しくなってきてみたいなこと言ってて。あれ聞いてちょっと嬉しかったけど複雑でもあったかな。コンペティター、ゴリゴリコンペティターのリアル君はあんまり見たくないかも。なんか自由に楽しくやってほしい。あ、でもすごい良くない？いいじゃん、いいじゃん。おぉ。よいよいよい。なんかバックハンドの方が調子良さそう。ハチって何？あ、8点出てる。あ、そういうことね。だから8なのか。いいね。8。犬みたいに言うの。熱いですよ。めっちゃ日本語。ありがとうございます。私スターなんか最近の実況の人結構日本語混ぜてくるよね。うわ、でもちょっとこれは熱いよ。すいません。残り7分切ってるけど、サムカはまだ来る気がするな。でもここまで来たらリアル君飛んでほしいな、やっぱり。ジャンプであんまないんかな、好みの。なんかナナホちゃんもそうだけど、日本きっちり揃えて、あとなんかエアにチャレンジっていうのが理想かな、私が見てる中では。とにかく日本先にちゃちゃっと揃えてほしい。心臓に悪い。おおおおおお。飛ぶよね。
clears some space, but unable to put down the landing gear. Sam will remain in second place. Maxime Busno beats at 6.81. わあ、でもちょっと、あかん、ワクワクが止まらん。なんか一人でポツンと待ってること多いね、リアル子。昨日もだけど。あれは、右側にすごいいるってことは、レギュラーの波を狙ってんのかな。バックハンドで点出てるし。あれ？どっちだ？チュミーニョが一人なのかな。青と緑って見にくい。わあ、ワクワクする。あと5分切ってる。AJ, Samuka じゃないや。チュミーニョが右かな。色がわからん。You know, I've had so many this week, Kaibo. I don't know that I could pick one, to be honest with you. But if you tell me your favorite, I'll make sure to do a run to the booth later. だめだ、I don't know って言われたらもうケイティしか出てこない。サーフニュースブラジルさんにいじられてるケイティ。フィジーでもいじってくれるかな。For me, it's the lychee or it's the watermelon. But yeah, so refreshing. And when it gets to 2 p.m. and I'm feeling like I could easily just have a little nap here on the host set, I will just smash one of those. Like, that's a little sugar here. That's what I kicked in. Ooh, このまま行ってほしいな。なんか波が来なくなっちゃったね。勝たせてくれるんかな、ハンティントンが、リアル君を。Nothing's happened in the lineup to refresh the score line. So it remains the same. Ryaru Ito coming through with that 8-point ride takes the lead. Sammy Pupo's clinging on with his fingernails to second place. Number 2 in the ranking, Sammy Pupo in an important heat here. Maxime Busto. わあ、でもちょっとチュンビーニョがビリなのはちょっと。Let's check out our heat recap of our fourth heat.くらいついてほしいな、寒かに。ほら、この時間帯にリキャップだもん。多い。すごいメロな曲。もう一本見たいな、どうせなら。あ、やっぱそうか。右にいるのがチュンビーニョか。あ、上がってきてる。おお。おー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 おお、いいじゃんいいじゃん。おお、熱い。いやいや、でもサムカ負けてほしくない。え、何この複雑な試合。あと1分20秒。マキシムさんはちょっとあれかな、やっぱりちょっと。Yes. He's just here. Yeah.
あと1分なるじゃん。あと1分。59、58。わあ、リアル君。すげえ。プライオリティ持って、この時間。いやいや、でも三冠、使えでもいけ、ブロック。あ、反対行く？あ、回そうとしたね。まあでもあれは乗るよね。え、サムかどうかやろう。インコンプリート。二人とも。いやいやいや。まあでもサムかはまだでもいいんかな。ランキング上だし。あと10秒。やべえ、これこのまま終わったら、興奮して寝られないかもしれない。1、0。すげえ、勝った。やば、初。あ、最後のやつ。あー、なるほどね。一発にかけたんだ。あ、マジかよ。すげえ。インタビューまで続けよう。わあ、でも、チュンミニョも上がった。わあ、でも、そうか。なんか、推しが3人いるって辛いね。一つのヒートに。わあ、でも、すげえ、すげえ、すげえ。やば。ニヤニヤが止まらん。ちょっと、せっかくなんで、インタビューまで待ちます。そう。ちょっとなんか、そう、二つ前か。の試合で、ジョンジョンになりたいって言ってたもんね。ジョンジョンのレイバックやりたくて。もうああいうとこ大好き。すげえ、1位で上がったよ。やっば。お、来た。Everybody so you suffer the Chinese seas, but I'm good to suffer. Yeah, yeah. I got 3 positive hits, so happy. So I would say you're good as well. 8-point ride looks so much fun. Can you talk us through it? Yeah, my first time excellent score in Chinese seas. Ah. Yeah, I'm so soft now. Yeah.お、ファーストエクセレントタイム、スコア。ああ、そうだよね。まあ、気をつけて、過ごしてください。僕は、US オープンで、このまま勝って、頑張りたいと思います。ありがとう。ああ、なんてハッピーなの。でもリエル君も大概ノリでインタビューを乗り切る、あの天真爛漫さたまらんすな。さあ寝ます。そんなわけでお疲れ様でした。寝れるかどうかわかんないけど、それでは。